試合が始まりそう。2つの体験会を行っております。また加藤さんと春日さんのフィーチャーマッチですね。この会場で行われる白黒フェス、加藤さんは前の GP 東京でトップ8に準優勝やったんです。優勝参加されて、で次のプロツアーの権利も得て、でなおかつ、この BMO から、まあ、ビッグス契約をしたと。あ、そうなのね、はい、いうプレイヤーです。さっきと同じ対戦ですね、これバントカンパニーとミドクロ系。確かにみんな A2 さんが来る気満々で待ってたと思うので、次のフィーチャーマッチはじゃ あの A2 さん呼んでもらいましょう。続きまして、ミニオンアーサー様のご紹介です。ミニオンアーサー様のブースではイラストカードの展示を行います。さあ、また、バントカンパニーとそのミドクロ系の対決ですけど、全く一緒です。バントカンパニーはやっぱ最大っすか、うん、言い切っていいっすか。いや、まだ分からんけど、まあ、多いでしょう。ほぼそうでしょう、うん、多いでしょう。および特製クリアファイルの指定がございます、まあ、やっぱね、日本はアメリカ以上に SCG の影響を受ける国ですからね。SCG オープンでサクッと優勝。加藤さんは今回からビッグス入りだそうです。さて、ここで何を出すのか。こっち詰まったんかな。さあ、3マナでガンダムクロスウォーの体験会を行っております。ジョントライ、これダサい。店員をプレイしますって言ったら、店員をジョントライされるとダサい。ネタバレ、なるほど。なんと60枚のデッキをプレゼントさせていただいております。いや、これ帰ってきたところでただの21ですからね。そう、これはダサいです。格式クワトロバジーナなどのこれ黒はつねな。ぜひガンダムに興味のある方はバンダイ様のブースでお越しください。その呪文トライが殴っていく。そしてこれが最後になります。ポルトンギル様のご紹介とさせていただきます。まあ、これで中隊を構えながらみたいな感じですかね。まだ土地が来ない。こちらを日本で広めようと。でもウルベンワールドかな、出展していただいております。ほうほうほう。本日、明日、両日ともに、はい、ウルベンワールドですね。また捕らえられたりすると悲惨。あ、これもアイランド持ってくるだけだから別にこれでいいです。はい、まあ、あるいは見どころ2色紅葉とかなんですかね。そういったですか。いや、青は入ってます。青、島を持ってきました。まだサイン会等も行っておりますので、皆様プルテのご参加お待ちしております。しかしこれもういつもインスタントで動けるカードあるから、やっぱとても動きづらいですね、相手する側からするとね。3マナで呪文トライでしょ、4マナでカンパニーでしょ、5マナでアバシンでしょ。いつでも相手のターンに動けるという。さあ、そんな状態ですが、島を持ってきてセット。ここはとりあえず警戒でアタック。はい、はい、出版物よりお知らせいたします。マジックガザザリングを出展いただいているウィザーズ様のボスですが、制限が残り8枚となっております。まだゲットされていないプレイヤーの方いらっしゃいましたら、出版物までお急ぎください。もうマジックの、ね、体験会がやってるんですけど、この会場内でウィザーズの金子さんとかが来てやってるんですけど、はい、それの、整理券が残り8枚、大盛況ですね。そりゃ岩翔もダサい T シャツ着るよ。いや、今日はこれ一個いじられ続けるな。間違いない。ネガ判定したらかっこよくなるとかないかな。あれ奥何、サリア、あれはエチガイのサリアやね。エチガイですね、ボックス特典 の、はい、異端性戦士サリアと森の大現象ですね、はい、確かにライフ13です。はい、ライフ13にしてください。違うかな、13じゃない、多分13ですよ。15の時の先のアタックが脳幹やったんで、はい、13対18ですね。2回度突かれて、でランドから1点食らっての、でもそれやったら15やで。いや、2回度突かれ、ランド1点からの、僕ら中継始まって、中継始まった時に2回ど疲れた状態で呪文トライキャストで1点食らって、で先のターンに一発食らってて13だと思うんですけどね、多分。いや、うん、どうかな、だってこれ4ターン目でしょ。
そうか、まだそんなに食らってない。もう分からん分からんじゃあ一旦止まってるから、まあいいや、後で見ましょう、はいはい、後で見ましょう。あんまりごちゃごちゃこだわってもしょうがないですね。あれ、リュウジがパラソルをどけたのでちょっと反射が、なぜどける、邪魔どうしようかな、まあ、プレイを妨げるのは意味がないのに ね、まあ、ね、まあ幸いあのランドンとこなんでギリギリ、はい、なんとか、まあ、ちょっと口で説明しましょう、はい、森大原車で大原車をブロックですか、闇の掌握でサリアを除去、やっぱりサリアの影響はすごいな、これ。ずっとゲームに悪影響を及ぼすカードですね、これ。土地はタップインでね、クリーチャーもタップイン、呪文もブロックも一旦送れるってことですもんね、うん、土地は余計よね。ねえ、確かに余計よねって、もうふんぬの声出してるそうですね、うん、土地を引きたいんですが、ない。結構この環境ってブロックに向いてるクリーチャー割といるんですけどね、うん、そいつら全員タップインっていうのは。オーメンダールトップしてドンができなくなったっていうのもありますよね、サリアが言うと。あ、確かにね。さあ大原車2体目、さらにジェイス、しかしランドは止まっているという加藤さんと、はい、しかしおかわり、はい、春日さんはここで中退おかわり、トラッカーと反射魔導士ですか。はい、反射魔導士と不屈の追跡、追跡者、強えなこの組み合わせも。次のターンセットランドから大原車が4号って感じですかね。追加の土地が出てくるか出てこないかでだいぶ違うんですけど、出てこない。僕が言いたかったのは、あのオーメンダールをトップして変身しなくて、うん、ね、セットラウンドでボーンでいけないっていう、基本じゃない土地がタップインなのでってことです。さあ、まあそれはいいとして、春日さんのさあこのフルアタックを、加藤さん限界ですね。さあここは追跡者をキャッチ、しかしセットラウンドがないのが救いか。まあここでおやおやおや、はい、最悪ですね。これもアウトですね。プラス1とジェイスが撲殺されるという形になるので、えげつねで、8点くらいました。ここで1、2、3、4、5、6点、6点か、6点くらって、あー、しかもまた横大きい。ランドがでも5枚なのでライフはちょっと持ってますけども、はい、片付けました、はい、片付けました、投了となりました。ご来場の皆様にお知らせいたします。会場内一瞬混雑してまいりましたが、楽しそうですね、なんか2人とも、はい、知り合いなんかな、知り合いでしょうね。初対面でこの感じだと、いや、まあまあそういう ね、すごいコミュ力高い人いるんで、分かんないですけど、ハイパー打ち解けマンもいますからね、はい、それがすごいなと思うんですけども。さあ先ほどと同じ、スルタイ対バントのマッチアップですけども、どうなりますかね。やっぱり加藤さんの方は先ほど竹村さんが言ったような軽量除去を増やすって感じですか。普通はそういう戦略です。重いカード意味ないので。デンプロもね、遅いんよねこの勝負ですね。正直一回抑え込めたらね、まあ、あとはもう何でもいいんで、デンプロである必要はあんまないんです。だからもう最初にあのバランスよく除去と、まあ、肉を引けるかどうかっていうところが一番大事なポイントで、どっちかだけでもダメですよねダメです。除去だけだと除去だけが一番ダメ。そうですね、間延びして、うん、結局
消防兵とか中隊から回復されて、はい、こっちの手数足りず負けってことになるのでと考えるとやっぱ要求されてるもん結構厳しいですね。いろいろ厳しいです。土地肉除去って全部引かないといけないので、うん、せやからね、なんか、まあ、やってた感触としてはシルムガル出してもね、はい、結局バウンスされるのがもう関の山で、うん、まあ、石の戦国で追放されることもあってっていうのがあったんで、はい、あの土星防衛の方が安定して活躍してんなっていう感触はあったんです。おー、土星防衛ですか。あれやったら本体戻ってきても横に4号おるし、確かに確かに森林の土星防衛ですね、うん、ライブラリーから、3マナ以下の伝説じゃない緑のクリーチャーサーチ、はい、なるほどなるほど。このデッキだと持ってくるのはそれこそ森の大現象、大現象かトラッカーのどっちかなんですけど、さっきから見ててトラッカーなんか姿見えへん、入ってなさそうですね、気がするんやけどな。エンジンやと思うんやけどね、あのカード、うんうん、なるほど。でもね、この勝負になったらトラッカー結構減らすんです。いっぱい入れてもしゃあないんで、あのゼロはまずいけどちょっと残すけども、うん、ちょっと遅いからやっぱりそういうところを抜いていかないと生き延びれない、はい、なるほどな。さあ、先ほど滝村さんは、ゲトの裏切り者カリタスなんかを再現されていました。春日さんの方は先ほどの小林さんと違って、はい、人間寄りではなさそうには見えるんですけども、はい、いわゆる普通のやつです、はい、だからサリアの復刊の部分が、もうちょっと肉のしっかりしたというか、しぶといクリチャーになってるんだと思うので、シナジー重視というよりはもう単体の強さを追求している感じです。なるほど。さあ、このゲームでも呪文トライが失礼いたしました、住処の防御者をキャッチするというちょっと恥ずかしくなる、はい、恥ずかしい固めです。プレイマットプロモカード、さまざまな得点がいただける体験感となっておりますので、お互いのぜひ皆様この機会にマジック・ザ・ギャザリングを始める機会としていただければと思いますので、ぜひ皆様ご参加お待ちしております。今回のカメラ割りはリアルタイムでプレイヤーの様子を見るのがいいですね、うん、これは確かに。思いのほか、ほんであれですね、試合中は僕らが先から吠えてるこのブラウザが落ちるってことが落ちへん ね、ディスプレイが元気、まあ、クロンさんの顔が映るとやっぱ怖いから、あ、放送禁止でね。なんでやねん、放送には載ってるというのもまた悲劇。我々が見れないだけっていう、ね、確かに、はい、はい、では加藤さんが先手で2ゲーム目、はい、いきましょう。 T シャツのせいです。あー、カードゲームなさすぎて見るに耐えないみたいな。おっと、加藤さんが始めとしたら春日さんがやっぱりマリガンって感じですか。ほら、今変えた瞬間落ちましたもん。ほんまや、ディスプレイ落ちるからもうやめて。嫌がらせやん。明らかにここでおかしいなってるもんね、これモニターのせいよね。だモニターの問題ですね、うんうん、びっくりした。デザインした人に失礼なのでは。確かにね。ただもうこんだけね、ダサいダサいって言われたら僕もネタとしてダッセーって言ってるしかないから。デザインを、ね、作った人はうちのこのビッグマジックの社長の知り合いのはずなので、うん、まだなんとか笑いに変換できる。はい、今日は別にデザイン性を求めて作ってる T シャツじゃないからね。何か分かる、識別性やからねこれ。構わないんですよ別にそれで、ね、たまたまね、うん、このカメラでカードゲームって部分だけが映るから悲しい。さあ、改めて春日さんのマリガンが終わってのゲーム開始。加藤さんは進化する未開地セットから春日さんのターンに沼をサーチ、春日さんは青緑のクリーチャー化する土地、はい、伐採地の滝かをセットして、まあ、今のスターンはあんまりお互い1ターン目のアクションはないですよね。あんまりないです、うん、ただ2ターン目から異様に強いみたいな、うん、そういうの多い。はい、闇前の沿岸から1点食らいながらジェイスをキャスト。加藤さんのこれライフ19です、ね、さっきも見たねこの展開、はい、あ、さあ石の宣告、サイドインで増えたであろう除去カードが、はい、確定除去で土地を引きたかったんですけどね、うん、今の黒さんの声いいな。さあ手がかりを、はい、これ使わずとも土地はなんとか持ってそう、大現者出すか、はい、4マナ目を探すためにこのターンオープンで
で手がかり探すか悩ましげですか。でも悩むんやったら先に引いたらいいのにね。タップイン引くかもしれへんし。ああなるほど。はい、今なで大現象じゃなく精神配信の動き、精神配信から入りましたね。何やあれ、あれはジェイスですか。あれは分かれへんあのプレインズウォーカー化する代理カードでジェイスっすね。せんね。はい、ジェイス以外の ところを塗りつぶしてでニッサか、一番下で緑やからニッサっすね。ジェイス代用のニッサっすわ。上から青白黒赤緑で並んでるんでニッサのはずっすね。でも2マナで出てきたね。出した。じゃあジェイス並びはバラバラ。追放はもうしたんすよね。あれ分からんくなってる。ご覧の皆様に大会ジャッジが降臨。でも 2マナで出してるやん。だ多分ピクロスの受付がまもなく終了となります。あ、ニッサなんや。やっぱニッサっすね。ニッサ目立ったそっちちゃうのみたいな感じの反応これ。ジェイスやと思ってんけどなみたいなことなんですかね。ちょっとわからないですけど。でも確かにニッサと読めます。アンジュとドレッドノート、アンジュとドレッドノートの大会受付を同じく黄色いバルーンの大会受付にて開始しております。そして事前予約をされた方、ニッサ本人のカードを出していただきたい。ほんまやね。ちょっとお伝えしてくれ。ここ加藤さんは4マナ目がないと動けないんですけど、残念ながらそれがなかったのでジェイスで次のターンに引くことを期待するか、今とりあえず1枚引いて土地であるかどうかを確認して動くかどうかということです。残念ながらここで土地がなかったと。はい、言ってきました。はい、まあ、あの黒いカードだとね、今来たって人が何あれ、ね、何ってなるよね。ただいま青いバルーンの下では8人イベントといたしまして、8人の帳簿兵が出てきて、すぐにトーナメントが開始できるミニトーナメントの募集を行っております。しかもここで横置き、現在レガシーに7名、モダニー4名、神高い超えてたな今、ね、お集まりいただいております。この展開はね厳しい。はい、横置きランド、タップインから4マナ出せない、この辛さ。皆様のご参加お待ちしております。さあ大現象でブロッカーとして出すのか。ジェイスから来ました。さあそして春日さんは下さあ G 規制言うな規制ね。まあ普段プレイしてる時もこんな感じです。大体配信の醍醐味やって、もうハマってる人もいるあんまりね公式でできへんもんね。いやこんなんやってても来週末やるんすよ。やるけどね黒ちゃんがカードさっきの効果も嫌い。どれやどれやドゲーンちゃいますさあ春日さんのアタックこれはスルーで、森の大原子追加でエンドですね、はい、これ水滅ないと非常に厳しい。リニアな意味ない言うてんのにね、出たお父さんモードや、ね、息子を見る父親かのような解説モード入ったぞ。薄いですよ、クリーチャー死なないもん。はい、ジェイスで土地を引きたい。ほら捨ててるし捨てましたねまあまあ紅 紅葉のためやね。これはもう紅葉のために。で
こっからいやそれこそリリアナがデッドウェイトやったら全然違うからね、これゲーム展開リリ紅葉もするしね。僕はもう完全にこ の, あのマッチアップやったら、はい、リリアナと軽い除去を全入れ替えをおすすめします。強く推奨します。強く推奨、うん、なるほどね。さあ精神配信を打って、逃げと、あらららら、またここで逃げと見えちゃったよ、これ。これがまたやらしい。さあ、そして土地も引き込めなかったんですね。いや、土地は引いてるねんけど。ただ、出して。大現象しかないのかな。春日さんはランド5枚で大現象が出ています。加藤さんも今ランド5枚で、これ大現象出したら 2,3 同士ですが、次春日さんがランドを置いたら先に4号大現象が殴ってきて、はい、加藤さん先手なんですけど一旦止まっちゃったんで、そうですね、仕方なく。さあ春日さんはここでスカ、ほう、超歩兵の能力起動しましたがクリーチャー見つからず、この環境になってからはまだあんまりもうできてないんですけど、このマッチアップめちゃくちゃ前やったんで、だいたいまあカードがね単体で何枚か違うけど方向性変わらないん で、ね、その辺はなんとなくわかります。なるほど。 WMCQ でも黒田さんスルタイコン使ってましたね。ずっと使ってたからね、最後の方。さあ春日さんの否認は見えてて、あの4万のスッと分ける動きがなんとも中退チックで嫌やなと加藤さん思うところですが、はい、さあ4点を受けて残り8、ほっといたら長州兵2回使われるわ、次のターン日産もひっくり返るわ、で長州兵が変身してこれはひどいことになります。マナコストも軽くなってどんどん展開されるわで、割と地獄。さあ春日さんは悠々と箱根の長歩兵から、はい、長歩兵ですかね、はい、クリーチャー長歩兵、長州兵、長歩兵、長歩兵です、長歩兵ひっくり返りました。まあ全体除去飛んできても大現象は残るわ、次のおかわりは手に入れたわ。でこれものすごいもう加藤さんの方からしたら厳しい状態です。しかも全除去打とうにも否認が見えてるという、このまたリニアが引いてる異種かな、水滅が見えましたね、はい。まあ、一応このターンは異種かなを紅葉でボンって出せるのが一番いいんですけど、紅葉してないですよね、してないよね、もう一種類土地操作リプレンズボーカーということになるとアルティメットプライスを捨てるというチグハグな動きになる。ジェイス捨てるかな、ジェイス捨ててクリーチャーを増やして紅葉しつつジェイス変身が丸いですか。ここリリアナ捨てたら石かな出しても意味ないよ。そうですね、リリアナを捨てる。しかしまあ逃げとされながらもあれかな、プライス打ちまくるということかな。さあジェイスが変身してプレンズウォーカーになり、2マナで、はい、プライスですね。究極の価格を日産に打ち込む、はい、否認されますね。でフラッシュバックしますね。ジェイスも一回使います、はい、今度こそという形で除去しました。これね土地もないし、うーん、次のターン3-3と4号に殴られて、変身は変身は2回唱えたの変身ですよね。変身、変身ちょっとそれってちょっと待って、これ誘発忘れになるから、誘発忘れは言えない。ローリーさんもお前のダメ指摘怒ってたんですよね、うん、なんで言って言えへんみたいなんで分かれてるんやって言ってたんですけど、はい、誘発忘れはゲーム外からは現在指摘できないので、これチャンプブロックやからね、まあ、実質もほぼ終わっちゃってる感じなんですけど、2回唱えてるから、能力は誘発するんですけど、お互いが誘発はするということで
そう、ゲーム外からは今は言えないルールになってるので、まあ、忘れたプレイヤーがまあ悪いというか、これどっちがいいのかっていうね。そうなんですよね、結局今の感じだとなんかどうなんやろ、長州兵でもっぺんひっくり返られてアドバンテージ取られる方が嫌やから、うん、加藤さんにしても別に指摘するとメリットがないみたいな感じには見えるんですけど、うん、確かに。誘発忘れ、いやこれ誘発忘れなんですけど、言いに行ったとして、対戦相手がどっちにするかを選べますっていうことがジャッジから裁定が出るだけなので、うん、なんかちょっと不思議なことになるんです。いやこれね、あの、はい、エムラクールで人のターン取って全部誘発忘れたらどうなのっていうのがちょっと今のルールでね気になってるとこなんやけど、全部忘れるんですね。そう、自発的に誘発忘れをするとどういう扱いになるんやろうと。確かに、ね、うわ忘れたわ、うわこれも忘れたわ、もう俺下手やなみたいな言いながらやるとごめんねゴーって言って怒られるかな。さすがに捕まる、さすがに意図的でしょ、さすがに捕まるから明らかに意図的でしょさあマイナ2マイナ0カードできたよ。あれ接しないよね、別に接しはないっすね、到達だけっす。ただいまもうすでにスタートしておりまして12時までの受付となっておりますので、ぜひ皆様この機会にご視聴の方に。さあこの石からで加藤さんがまくろうかってとこですけども、まくれないんじゃないこれ別に止まってはいるけど、そうピタッて止まってはいるんですけど、加藤さん残りライフ4点で、お、ありがとう、コメントくれました。ちゃんと管理責任は自分のままやということなので、うーわ忘れたとかって言っても相手がちゃんと言えるということですね。まあそりゃそうやね、そりゃそうっすよ本気でやろうとは思ってないからね。いや誰も思ってない、誰も思ってない冗談ですからあくまで動画向けのね、その配信向けのジョークやっただけやからプロちゃんほんまか、ほんまかそんな悪い人じゃないよ、ほんまやで悪人になってるよ、クロさんイメージ回復しないと今日。いやもう落ちきってるから大丈夫です今さら回復しようと思ってない。多分見てる人全員がこの人が元プロツアーチャンプと忘れてますよ。さあ春日さんはこの石からと元包囲網をどう見てるか。長州兵で代言者、はい、スタンダードに5名の方、モダも同じく5名の方にお集まりいただいております。これまあ石の先行聞かれたら雲が全滅してフルアタックドンで負けみたいななりそうではあるんですよね、うん。この森の大原者がね、タフネスが5あるんで、わあここで1マナでキャストできるのは強い、強いな、もう1回徴収できる。PPTQ でプレーオフいつも落ちる人でしょそうですよ、そうですよ、今7回連続で落ちてますからね。7連はねそう、あのこれ実際に春日さんのスリーブにマイナス2マイナス0って書いたわけちゃうっすよマイナス2マイナス0って書いた透明スリーブ上位してて、放送用に今ドイツのパワーが下がってるよっていうのを分かりやすくしてるだけなので。え、今回誘発忘れあった？今回1回だけ唱えてるから別に問題ないと思いますよ。サーチして1唱えやから誰も返信はしないですね、この場では。
いちいちランドがタップインで辛いな。そう、セーブ買わせてるわけじゃないっすよ。プロツアーのバーとかやったで、あの前あったあのモード呪文とかで、あの竜と缶どっち選んでるかとかが分かるトークンとかもね。あ、スリーブかぶせてたよ今でも。え、入れてたんですか。うん、あ、じゃあそうやって使うもんやと思い込んであって、多分は外す動きやったもん今。外す動きでしたか。面白それはそれで面白い。ほら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 入れてるやん。大丈夫大丈夫、乗せるだけでええで。乗せるだけでいいっすよいい人やな。後で言ってあげよう。かわいい。ご来場の皆様に、一応このリリアナのタフネス下げる能力と、まあ水滅とで、まあ合わせ技すればね、確かに大現象打ち取れますけど。すごい盤面になってきたな。会場内食事は原則禁止とさせていただいております。大現象、大現象対石川雲。会場内での雲親子プラス食事はご遠慮いただくようお願い申し上げます。そしてプレインズウォーカーが2体。まあ、一応石かな1枚で食い止めた感じやね。ですね、うん、繋いでプレーンズウォーカー、リリアナとジェイスが機能するまで繋げて、はい、これ2回唱えましたが、また忘れるんちゃう。忘れすぎじゃない。忘れすぎっすねちょっと。この忘れは加藤さんはちゃんとなんか指摘した方がいいと思うけど、両方おるっていうのは相当強いからねこれ確かに。まあちょっとジャッジに相談してみましょうか。これでゲームが終わったタイミングでジャッジに相談してこのゲーム中の忘れはお互いの責任ってことで、うん、俺これ普通に言うよそら。いやこれ言うでしょ。これだって両方ってすごいやんエンジンね、燃料補給しながら安く出せんねんで、これずっとドド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 と。だから双方忘れてるからどうしようもないんです。でもこれ、うん、そうだ両方おるわねもうあいつら2体で1体のクリーチャーみたいになってますから ねさあ反射魔導士が2マナで唱えられ、4マナでハイクリーチャーか。ああ、もうむちゃくちゃになってきた、むちゃくちゃになってきた。ハイクリパンチ、まあこのターンは呪文を1回唱えただけなので両方とも返信は何もない。はい、一応石からだけ残りました。はい、雲たちと大現象がやむなし落ちて、はい、やむなし、これで落ちてと水滅で大現象1匹だけ残るような感じにはなるんで、あれですね、リリアナとの合わせ技ですね。はい、はい、下着脱ぎましたフ一応リリアナ版も用意したんですよあ、そうなんや。タフネス下がってる方が分かるようにするために怒られた。下着を脱ぎました。確かに上着上に着てんのにレインコートでしょ、どっちかですから。確かに申し訳ないそうツッコミやん、上着やろ、上着やん上着ですね確かにこれ加藤さん持ちこたえたね。うん、こらえた感ありますね、うん、なんとかなりました。さあリリアナとの合わせ技で大現象1体が残る場にできると。はい、水滅を打って、はい、リリアナプラスでボキボキボキ、はい、って骨折ってんすね妖術とかじゃないんやそりゃ武力でしょ今春日さん、あの丁寧にマイナス2マイナス1をかぶせようとしてくれたんですけど今死んでるでっていう
しかもね、マイナス2マイナス1ちょっとスリーブちっちゃいから絶対入らないっていうので入らへんね頑張って入れようとしたらその入らないやつって言ってあげると思いますあ、これかなり鉄壁にはなりつつある。加藤さんがもう優しく上に置いてくれましたあとは問題はこれ時間内に3本目終わるのかなということになります。やっぱり2ゲームが長引くと、はい、先ほどの竹村さんと小林さんの試合も似てきましたね。なんか展開もね、石川からのどうにかして3本目勝つけども、あ、2本目勝つけども3本目先手バントカンパニーがゴリっていうのが先ほどはありましたが、うん、あ、そっか、でも一応そっか、伐採者の滝やった、伐採地の滝です。伐採地の滝が5号か。5号っすね。確かにどちらかでチャンプせざるを得ないので、ここは殴ってきたらもうじゃあジェイス捨てっすか。どっちやろうね。石から石からで出すかもしれんけど、ビギナーで回収とかですかね。代言者の分の2点が入っちゃうからね。そうっすね、うん、まあ、どういう風に受けるかは。残りライフが4っていうのね。ジェイス捨てるかな。ゴーやしな、中性度。あれ殴らない。お、殴らずゴー。なんかインスタント持ってんのかな。これ別に殴らない意味はないんやけど、なんか手札にない限り。そうっすね。加藤さん立てる土地も少なかったっすからね。なんか、はい、いわゆるしゃくられるという、いや何もなかった。何もない。リスクなしでしたね、はい、ノーリスクの場だったんですけど、ここは殴らずで。さあ代言者登場。あ、石かなを回収されるからか、くるくるって回されるから。ああそれはあるか。そうなったら地獄ってことなんですかね。そうですね、確かにどうやっても2点残るからね。うん、はい、下着履きました下着、確かになんか下に入ってるけど。うわはい、マイナス4、マイナス1状態ですね、あの森の代言者が。さあ加藤さんは石かなでほんまに耐えてのリリアナ GC。 ほんまやね、これリリアナ嬉しくてしゃあないね、この盤面ね、これ。うん、キュッキやんねえ大元カレと。いやもうほんまね、ストーリー読んでてもう、もう早うジェイスもうよしよししたげっ て、 言ってリリアナどうにかしたげっ て、 って何やねん。そしたらもうちょっと早いこと終わるよこの話と思いながら読んでました。ちょっとラブコメ要素あんの何やねんなっていうねさあ複数の追跡者、手掛かりトークンを即生贄でワンドロー、プライチカウンターを置く。これイワシュ、ジェイスはリリアナのことはどう思ってるのっていう。それはみんながジェイスの気持ちになればわかるんじゃないですか。みんながジェイスの気持ちジェイリリなれそめ編とかも読むとね。あ、それまだ読んでないからな。ジェイリリが、まあ、そうやって一緒に活動しててテゼレットもいてみたいな頃の話を読むと面白い。まあ面白いっすよ。テゼレットがどう廃人になるかがよくわかるのでもうリリアナがジェイスのこと好きすぎるのはもうよく分かった。いや、伝わりますよね。すごいね、あれは。あの今回もあの非実在化でしたっけ、非実体化か、うん、あれのフレーバー的さでジェイス、あなたはいつもそうやって上手に消したり消えたりするものねみたいな。あったあった愛情があふれすぎててねさあ加藤さんはそんなジェイス・リリアナコンビで盤面を掌握しようかと。さあもうね、余裕の水滅っすよね。ジェイスで墓地の水滅をキャスト、はい、スタックでジェイスがブリンの死ぬところのジェイスがなんか順序が、はい、変身しますと。不思議やけど、まあいいや、伝わるし。で、マイナス4の水滅が今解決されようとしてるってことですね、はい。ここでネゲート、ネゲートが差し込まれる。
アンレマー。さあこの否認で水滅が打ち消されたことで加藤さんちょっと計算が狂った可能性はありますけども、リリアナの能力はまだ起動してないですよね。リリアナはしてない、はい。あ、フラッシュバック付与しただけですね、うん、なるほど。即プレイしたわけじゃないと。さあ、これなんか押し込まれるかも。まだわからなくなってきましたね、はい、今のこのナイス日にネゲートがまたあれあのプレイヤー報奨版だったんでジェイスのイラストなんですよね。おお。ジェイスが墓地から掘り起こした呪文をジェイスが打ち消すというスーパージェイス対戦が。え、しかもこれ大現象呼べないのよねこのターン。呼べないですか。え、反射魔導士で帰ってきてるから。そうそうか、バンスされてるからということは石金で大現象ブロックできなくて、あ、じゃあ大原者と滝をどっちも止めないといけないので仕方なくこれで黒マナ持ってきて、はい、ウルベンワルド横断で、あれもうこのターンランド置いた？違うな、ランドは置いてないっぽいな、はい。ニッサセットランドひっくり返って、うん、なんかかろうじて残る、うん、ジェイスとリリアナでパワー下げで1残りかもですかね。ニッサで、はい、そのまま、キャストでモリサーチですかね。あるいはパワーを下げて、いやもうパワー下げるのはどっちも必須でしょ、はい、これ下げないと死んでしまうんで。ニッサは出しますよねこのターン、うん、出さないと無理です。そうですよね。というかほんまに早やらんと加藤さんも絶対持たへん。ああダメでした、ダメ、足りない投了でした。なるほど。さあ加藤さんが投了してゲームセット、春日さんがね、一瞬一瞬というか、まあ、はい、一時加藤さんが盤面取りましたが、バントカンパニーはほんまにこうなんか粘り強いというか、いつまでもね、あのずっと同じ血圧で戦ってるみたいな感じでね、ほんまに常に手札に何かあるっていう。まあでもどんだけ変身してきとかちゃんとしていけばもう少し変わったかもしれんけどね。なるほど。ちょっと焦った感じですか今の。いやでもまああのライフ4でなんとか残ったっていうだけやったんで、はい、まあ、むしろよくあそこまで頑張ったなっていう。石金でどうにも別に解決にはなってなかったんでね。なるほどなるほど、うん、あとからあそこから2パンぐらい加藤さんが押し返さないとあのゲームは勝てないので、うん、相当すでに厳しいラインの戦いではあったんですよね石金の時点でも、うん、だいぶもう劣勢ではあったのは間違いない。だから春日さんの方もね、その間に何か引くんでね、普通に長州兵おったし、スルタイ2連敗となりましたね、はい、まあ、こうなるでしょう、今の構成だったら。なるほど。まだデッキとしてバントカンパニーが上回っている。